日本発送電株式会社は1939年から1951年までの間に存在した日本の電力事業を司った特殊会社である。国家総力戦体制を構築しようとする当時の日本政府の電力国家管理政策に基づき、東京電灯、日本電力など全国の電力会社の現物出資や合併によって設立された。 半官半民のトラストである。略称は、日発、また英語表記は、日本発送電、KK あるいは、ジャパン、エレクトリック・ジェネレーショントランスミッション・カンパニーで、あった。1932年4月、公術のいわゆる五大電力会社が、電力連盟というカルテルを発足させた。これが、日本発送電の土台となった。五大電力会社は、 関東大震災の時に巨額の外災を発行していたが、1931年12月の金融出再禁止がもたらした為替低落により、急に外災利払い負担が増えた。そこへ、低新省が電力連盟の結成を働きかけ、連盟規約8条の顧問には、池田茂明、加賀美健吉、結城豊太郎、八代則彦が押された。政府側電気委員会は、 連盟から提出された意見書も加味して1933年7月に料金認可制を敷いた。連盟は多くの点で委員会から独立して活動した。以下は具体例。担保不謝罪信託法の改正要求、外災打撃対策の推進、東西電力融通の決定、火力発電所用石炭の共同購入、中国大陸での電力統制、 電力国家管理案への反対など。松永安左衛門は、連盟の中心的役割を演じたが、連盟は他方面で交渉し、コスト削減を実現した。1933年4月の担保不謝債、新宅法改正、同年5月、翌年4月の外債買入れ消却予戒外、送金許可、東電、東新電気、日電間の電力融通、 不順単の共同購入、関西共同火力の拡張と中部共同火力の設立等である、大井発電所と大井ダム建設をめぐって起こった宮田用水事件はその後の電力行政に影響を与えた。日本の電気事業は1882年に藤岡一助らによって東京電灯が設立請願された時をもって誕生した。 その後1887年には日本橋に発電所が建設され、付近のごく限られた地域ではあったが送電を開始している。その後神戸伝統や大阪伝統、名古屋伝統、京都伝統などが相次いで設立され、日清戦争の勝利によってその勢いはさらに加速した。こうした会社の電気事業に対応する法制度は当初存在しなかった。 1891年1月、帝国議会仮議事堂火災事故が発生し、仮議事堂が全焼した。この火災の原因は、正確なところ不明ではあるものの、電灯用の設備が漏電を起こして出火したのではないかという見方が出た。これを機に、警視庁は、保安上の対策を行う上で、電気事業を監督するための法令を12月に制定した。この 電気営業取り締り規則が日本における電力関連法規の第一号であった。その後全国各地で没興する電力会社の監督を円滑に図るべく、監督官庁を警視庁から停審省へと移し、1896年5月に電気事業取り締り規則が発令され、発電、送電、配電のすべてにわたって電気事業者に保安などの義務を課すこととした。 これ以降、電力行政は、低新省の流れを組む、商工省、通商産業省、経済産業省が司さることになる。1907年には、東京電灯が山梨県に本格的な水力発電所である駒橋発電所を稼働させた。電源開発の促進は、布告協兵の観点からも政策として促進され、1910年には、 全国の河川を対象に放造水力の調査を組織的かつ大規模に実施した第一次発電水力調査が行われた。同時に翌1911年には電気事業法が施行され電気事業者の公益性が確立。同時に発電用水利券や土地立ち入り券、山林伐採権などあらゆる権利が保障された。同法の成立以後、 各電力会社は競って大規模なダム式水力発電所の建設を行い、福沢桃介による大井ダムの建設など、全国各地で発電用ダムの建設が行われた。1914年には、稲葉城水力電機が、福島県の稲葉城第一発電所から、東京都北区、田端まで約2 2 5トル区間にも及ぶ、長距離高圧送電に成功し、 送電技術も確立されていった。大正時代に入ると、電力会社間の競争が激化し、やがて、東京電灯、東方電力、大道電力、宇治川、電気、日本電力のいわゆる五大電力会社が誕生。これらを中心として基礎川、信濃川、飛騨川、天竜川、小川などで水力発電の開発が進められていった。ところが、こうした、 電力開発に対して、旧来から官境随利権などを保有していた地元との圧力が激化し、各地で紛争が勃発した。特に、大井ダム建設に伴う取水口水没に橋を発した宮田揚水事件や観光流木券をめぐり法廷闘争にまで、もつれ込んだ小川流木事件などは、電力会社と地元の紛争が長期化した例として知られている。 こうした紛争に対して、電気事業法では、対応ができなかった。このため、河川行政を管轄する、内務省は1926年8月26日に、河川行政監特例を発令。ダムや水力発電所、およびそれに関連する施設で河川に設置するものは、すべて内務大臣の許認可とすることで、一応の解決を見た。この内務省の電力行政への介入は、 後の電力国家統制の端子を伴った。1926年、その後の河川行政を大きく転換させる一つの試案が発表された。東京帝国大学教授で内務省土木試験所長の職についていた、物ノノベ・オサオによる火水統制計画案がそれである。物ノ,ノベはこの案において、治水と利水を総合的かつ効率的に行うためには、多目的ダムによる 河川開発が最も有用であり、これを有効に行うためには、推計一貫の開発が望ましいと主張した。これは後に、河川総合開発事業と名を改め、現在に至るまで日本における河川行政の基本となっている。さらにこの中で、モノノベは、これら河川施設を有機的に運用するには、公平な立場に立脚している河川事業者、すなわち国家による統制が望ましいとした。 この河水統制計画案は内務省内務議官で当時日本における河川行政の第一人者であった青山氏によって取り上げられ、以後内務省はこの物の部案を国策として強力に推進する姿勢に転じた。同時期、鶴見総造事件をはじめとした無秩序で激烈な市場争いを繰り広げていた電力業界に対し、低心症官僚の中には民間には 電気事業を任せられないと考える者も,も出始めていた。1927年、電力業界を監督する低新省電気局は、新進規営の完了9名を選び内部組織である臨時電気事業調査部を設置、今後の電力行政について新たなる方針を検討するよう指示した。そして翌1928年の秋に、 最終結果が投信された。その内容とは、後の日本発送電につながる半官半民の国策会社を設立して、そこに電力開発を全て委ね、資源の適正開発と低廉な電気料金による安定供給を行うことが重要であるというものであった。低新省はこの投信をさらに検討した上、1932年4月に、 電気事業法を改正した。12月には、施行に伴い、電力資本の利益に関与な電気委員会を設置した。1937年により、第3次発電水力調査を実施したが、その根幹にあったのは、先に、物ノが発表しない無償が国策とする下水、統制計画に則った、水系一環の多目的開発に沿った、水力発電開発調査であった。 この頃から次第に内務官僚や停心官僚は重要な電気事業を河川事業と同様に国家管理として統制するという方向性を持ち始めていた。当時日本は満州事変の勃発以降軍部が次第に台頭していった。特に台頭していたのは統制派と呼ばれるグループであった。彼らは自由主義経済を否定して国家による統制経済を行うことで 戦時体制を構築、強化していくことを主眼に置いていた。5.15事件や2.26事件を経て、対立する、行動派を粛清することで実権を獲得した、東条秀樹ら統制派の面々は、私企業の利益より公益を優先することを主張していた企画委員や内務、低審官僚などと結託し、本格的な統制経済を構築し始めた。 そしてその標的となったのが電気事業であり、1938年第73回帝国議会に電力国家統制法案が上提されたのである。電力国家統制法案は、1938年1月19日第1次、この委内閣において内閣調査局により国家総動員法案などと共に提出されたが、法案成立過程においては、 国策研究会が海内部に委員会を設置し、それまでの頼む議案の修正を図った。日中戦争が次第に激化するにつれ、現状では戦時体制の維持が図れないとする軍部の意向が強く反映されていた。この電力国家統制法案は3つの法案からなる。電力管理法案、日本発送電株式会社法案、そして電力管理に伴う 車載処理に関する法案であったが、特に重要だったのが、電力管理法案であった。これは、電力会社、道府県、民間企業のすべてを対象に、日本に存在するすべての電力施設を国家が接収、管理するという趣旨の法案である。そして接収した、電力施設は、半官半民である、日本発送電株式会社によって管理し、一元運営を、 行うとするものであった。この法案に対して電力業界は当然のことながら猛反発した。特に東方電力社長で電力王の異名を持つ松永安左衛門は1933年の公演において軍部に追随する内務、停心官僚を人間のクズであると痛烈に非難した。だがこうした電力業界の反発は 当時絶大な権力を持った軍部によって抑圧され、人間のクズ発言をした松永は、軍部から危険人物としてマークされるに至った。松永は企画院総裁であった鈴木定一の助言によって引退し、以後正面を切って法案に反対する勢力はいなくなった。一方議会では、日本初総電の資金調達に対する財源や、低廉な電気料金の現実性をめぐって意見が、 紛糾。原案は否決されて、衆議院で修正案が提出されたものの、貴族院でさらに再修正されるなど法案の成立には、右与曲折があった。非収用業者に新会社の株式、または社債を交付するというのは、公用徴収の精神である完全賠償に反するという批判に対しては、政府は新会社の社債、または、 株式は新会社の採算が確実であるのだから、完全賠償であると反論した。また、本法を成立させる理由は、そもそも電力はその性質上、公益的、独占的であり、我が国は天然資源に乏しく、石油、石炭のような燃料に恵まれず、ただ電源である、天然水力には恵まれており、電力事業を民間経営に任せておくと採算上。 水力の完全利用が望まれず、地方によって料金が不動であるから、本法によって水力の完全利用を実現させ、料金を低廉ならしめ、農村電化の実現も合わせて帰とするものであると説明した。最終的には衆議院と貴族院での両院協議会で調整されて、3月26日に成立。4月6日交付された。5月25日に、 第5条が8月10日に第1.2条が他は1939年3月18日施行された。全7条。適用においては事故の専用、または一地方の需要に供する発送電で直例が定めるものは除外される。右により管理する発送電中、直例で定めるものは日本発送電株式会社として発送電を行わせる。 政府は規定によって日本発送電株式会社及び政府が管理する発送電をなす者に対して一定の命令を出すことができ、後者に対する命令に違反した場合2000円以下の罰金の規定がある。法案成立後、政府によって電力管理準備局と諮問機関である電力審議会が5月5日に設置され、発電、送電計画の他議会でもめに揉めた。 電気料金の設定などについて審議、決定が行われた。8月10日には電力評価審査委員会が設置され、全国の電気事業者から接収する電力施設の評価について審査を行い、これ以降全国の発電所、変電所、送電施設が段階的に接収されていった。なお、建前としては各事業者からの出資あるいは買収という形で、 管理を移管するということであったが、実際は国家総力戦の名のもと強制的に接収したのと同様であった。施設の接収がほぼ終わると国家管理を実施するための実務官庁が必要となった。そこで翌1939年4月1日に定新省の下部官庁として電気庁を新設。こうして全ての準備が整い電気庁を新設と同じ日、 日本発送電が発足したが、日本発送電はその名の通り発電と送電を主体とする企業であり、各家庭や事業所への配電事業は従来通り民間に委ねていた。電力管理法の施行により、日本国内における発電、送電施設はことごとく日本発送電の管理下に置かれた。だが、配電事業に関しては従来の通り民間が言った。 1937年当時、日本に存在した電気事業者は470社にも及んでいたが、政府は電気事業法に基づく行政指導を強化することで、これら事業者間の統合を図り、より広域的な配電事業を形成しようと考えていたからである。だが、大正時代以降の激烈なシェア争いは、各事業者間に拭いがたいしこりを残しており、 低心賞が事業統合を促しても利害関係や感情的なもつれによって父として進まなかった。行政指導に限界を感じた低心賞は事業についても発送電事業と同様に国家統制によって管理し、もって国家総力戦に対応するための配電事業とする方針を固めた。配電事業を国家統制することで先に発足した。 日本初送電が保有する全国規模の送電専門に各事業所が保有していた配電系統を接続することで設備の効率化を図り重複している配電施設を撤去して二重投資を削減することによりコスト削減を図って電気料金の低廉化を実現するという狙いもあった低廉な電気料金は帝国議会でも議論の争点となっていたが低新章は コスト削減により、この問題を解決する方針を取ったのである。こうして、発送電事業に続いて、配電事業の国家統制が推進され、太平洋戦争直前の1941年8月30日、配電統制令が交付、即日施行された。全国各地の配電事業者は、統合を余儀なくされ、五大電力会社を含めてすべて解散し、 全国9ブロックに新たな配電会社が設立され、この旧配電事業体制の下で日本発送電と連携した配電事業が行われた。こうして選挙区が差し迫る直前に日本の電力事業はすべて政府の管理下に置かれ、低信小縮岩の電力国家統制が実現したのである。日本発送電の本社は東京市小石川区に置かれた。 組織としては社長に相当する総裁職が置かれ、その下に副総裁や理事が置かれることになった。しかしこうした高級幹部については、その任免権はすべて内閣によって握られ、経営に関する最高意思決定機関は事実上内閣にあった。そして発電に関する重要な施設計画や新規事業の決定には政府が直接関与し、推理権をはじめとする許認可権は、 シ務大臣がこれを細かい項目に至るまで掌握。日本初送電の運営は完全に政府がコントロールすることになった。このことから日本初送電は反韓反民と謳ってはいるが事実上の国営化に等しかった。施設の世襲については官民の別なく段階的かつ一律に行われた。その基準は 電力管理法と同時に発令された直令第575号である電力管理法施行令によって定められている。すなわち、認可出力が5 0 0 0ットを超える水力発電所及びダム。認可出力が1万キロワットを超える火力発電所。最大電圧が10万ボルト以上において使用される送電施設。以上3項目に該当する発電。 送電施設は一切の例外なく、日本発送電が管理を行い、また施行中であったものに関しても保証費による対価を既存の電力会社に支払って、これを所有することになった。送電設備のうち4万ボルト以上10万ボルト未満のものについても、その重要性に応じて接収されていった。さらに、各電力会社が持つ既得発電用水利権自体はそのまま保持が、 認められたものの5 0 0 0ット以上の水力発電所を新規に建設することは日本発送電の独占業務とされてしまい、事実上民間企業は大規模水力発電事業に携わることができなくなった。加えて日本発送電株式会社法第24条において同一地点で開発が競合した場合に水利権が両立しないケースには、 各電力会社が所有していた既得水利権も行政処分によって取り消されてしまうと規定されていた。こうして民間の電力会社は新規の電力開発という最重要業務を奪われた形になった。例外として企業の自家発電については当初は接収の対象から外されるケースがあった。例を挙げれば王子製紙が所有する千歳発電処分、 日本系金属が所有する藤川水系の水力発電所群などがこれにあたる。この内王子製紙は当時石狩川水系の千歳川と宇流川に水力発電施設を管理、建設していたが、宇流第一ダムなどのアメリュ水系については、電力管理法の対象として接収された。だが、千歳川の水力発電所群については、仮に接収が行われた場合とマコマイ工場の 創業が停止するとして、低心症に必死の接衝を行った。この結果千と瀬川の発電所群は接触を免れた。日本系金属についてもアルミニウム精錬に支障を来すとして、接触は免れている。しかし配電等制令が発令されるとそれらの例外もほとんど各配電会社に接触され、王子精子や日本系金属などを除けば出力が、 1000kW 以下の小規模発電所以外はことごとく接収されている。さらに発電施設に付随する鉄道事業なども接収の対象となった。例えば1942年に富山県電気局の電力事業を接収した際、富山県営鉄道から千下駅や和すの駅間の路線も接収した。だがこの路線は翌年富山地方鉄道に譲渡している。 現在の富山地方鉄道立山線の一部がこれに当たる。1939年に日本発送電が発足した当初は、水力発電所134箇所197万6800キロワット、火力発電所18箇所27万3552キロワット、変電設備115箇所、総容量464万8350キロボルトアンペア、 送電線の全延長 7947km の設備があった。政府は、戦時体制遂行のために、早急な新規電力資源開発を進めたが、特に水力発電に重点を置いて、開発を行った。すでに1937年に、定新省が実施した第3次、発電水力調査によって、大規模な無式発電所の建設が必要であるとの認識が示され、 翌1938年10月には電力審査会によって発電及び送電予定計画要項が策定された。これにより、燃い取り荷重を原則とし、大規模で高能率の水力発電所を多数建設しこれを大規模送電によって円滑な電力供給を図ろうとしたのである。その翌年、百三十九年には電力五カ年計画を定め、 1943年までの5年間に新規水力発電を185万キロワット、火力発電を92万キロワット開発するという遠大な計画を打ち立てた。電力5カ年計画の策定に従い、日本発送電はかつて電気事業者が手掛けていた開発事業の着手に乗り出した。発足当時施行が進められていた水力発電所は合わせて十三万キロワットに、 および、これら事業の早期完成が求められた。さらに、計画段階にあった、オゼ第一第二発電所やアサヒ発電所などの大規模ダム式発電所計画を早期に着手すべく、調査に乗り出した。ところが実際に運営を開始すると、許認可や準備命令などの上位化達がうまくいかず、計画の遂行が父として進まないという問題が、発生した。また、 低新省が計画した電力5カ年計画に沿った発電所建設計画はコストの割には設備規模が小規模でコストパフォーマンス的に問題があった。この結果、1943年までに新規に開発された電力は水力、火力を合わせても44万キロワットと当初の計画に比べ約15.3%にしかならなかった。さらに、 太平洋戦争の戦局悪化に伴い物資の不足が深刻になり、新規の電力開発は抑制せざるを得ない状況に陥った。このため季節の設備を最小限度に補修するという消極的な対応を余儀なくされたのである。水力発電所、作発電所、読書発電所、上浅尾発電所、静川発電所、塚原ダム、千住火力発電所火力発電所太平洋戦争は、 日本にとって次第に極めて不利な戦局に陥った。この中で政府は戦時体制維持のためにさらなる物資の動員を目指したが、電力も例外ではなく、軍需産業用に莫大な電力量を要求した。特に軍部が要求したのは戦闘機増産のための電力供給である。1941年の真珠湾攻撃や、 翌1942年のミッドウェー海戦などにより、航空船の重要性が海軍などで重要視され、制空権を確保し、戦争を有利に進めるためには、戦闘機の増産は不可欠であった。この軍部の意向は、電力行政に直ちに反映され、1943年7月には、従来の電力5カ年計画を見直した。 昭和18年度生産力拡充計画が策定された。ここで1947年までの5年間に水力135万キロワット火力16万キロワットの新規電力開発が決定された。ところが、この計画が決定されたわずか1ヶ月後、再び新規電力開発計画の変更が行われた。この 緊急電力拡充非常対策で1945年までのわずか2年間で水力、火力合わせて200万から250万キロワットを緊急に拡充すると定められたのである。緊急電力拡充非常対策を着実に実施するため、東条内閣は電力行政を軍事行政の直接監督下に置く方針を打ち出した。そして、 国家総力戦の遂行を貫徹するため1943年11月1日、首相が大臣を兼任する形で軍事省が設置された。これと同時に、電力行政は従来の運輸通信省から軍事省へと移管され、日本発送電の監督官庁であった運輸通信省電機庁は軍事省電機局として編入された。 編入後の翌12月には閣議によって軍事省の電力行政方針が打ち出され、戦闘機増産を主眼に置いた電力動員緊急措置要項を策定し、戦時体制の維持を図ろうとしたのである。同時に民間への電力供給は、鉄道、通信、家庭用電力といった必要最小限の供給に絞り、ここにおいて電力も事実上軍部が掌握する状態になった。 だが、日本発送電の新規電力開発能力は先に述べた通り、5カ年計画でも一割程度の実績しかなく、要項自体が非現実的であった。かつ武士欠乏のため施行中の発電所についても進捗が滞るありさまであった。しかし政府は、新規電力開発による戦闘機増産を急ぎ、人海戦術による急ピッチでの建設促進を図った。 この中で中国人、朝鮮人労働者や敵対していた連合国軍捕虜などをダム、発電所工事に刺激し、過酷な強制労働に従事させるという事態も発生した。長野県の平岡発電所や広島県の滝山川発電所などで見られたほか、北海道の宇流発電所では劣悪なタコベ屋労働を敷いた。また、工事従業員に対する安全確保も図損であり、 富山県の黒部川第三発電所工事では、雪崩やトンネル内の高熱による火薬爆発事故などで多数の労働者が殉職するなど、日本発送電が関わった工事では多くの労働者が命を落としており、現在ダム近傍には慰霊碑が混流されている。また、本来は地域開発のために実施される河川、総合開発事業についても軍事省による介入があり、 広島県の高発電所は、暮れ替え軍交渉のために建設され、愛媛県の柳瀬ダムでは、愛媛県と徳島県の協議によって廃止した、水力発電事業を強引に復活、さらに水利権をめぐり、福島県と群馬県の間で、係争状態であった小瀬沼の分水問題も、強引に、利根川水系に分水させた。神奈川県の相模ダムでは、 横須賀海軍交渉への電力供給も目的にしていたことからダム建設に反対する地元住民に対して小国秋や杉山本荒木貞夫など陸軍首脳が地元に乗り込み陸海軍合同一兵式を開き自衛行動を行うなど戦時体制維持のためになりふり構わぬ姿勢を見せた。しかし日本の戦況は火を追うごとに悪化の一途をたどり 物資の欠乏は決定的となった。1944年8月、小磯内閣は決戦非常措置要領を発令、すべての物資を戦時体制維持のために軍需に徴用する方針を打ち出した。この結果施行中の水力発電所は建設の続行が不可能になり、ほとんどすべての事業が中断に追い込まれた。また空襲によって火力発電所や 変電所は破壊されて、発電、配電機能は喪失し、残った水力発電所も、国士や老朽化の補修ができないため事故が続発。発電能力は、戦前の60%程度にまで減衰した。こうした中で終戦を迎えたが、電力需給のバランスは崩れたままであった。終戦後、日本は深刻な電力不足に襲われた。戦時中は、 電力供給抑制策で必要最小限の電力需要しかなかったが、その政権が外されたことで、電力消費が爆発的に増大し一挙に需要が拡大した。だが供給に関しては、空襲による火力発電所や変電所の破壊、季節水力発電所の設備劣化による発電能力減衰、血栓非常措置要領や、 物資欠乏による新規電力開発の中断といった複数の要因が重なり、著しく供給不足になった。こうした電力需給バランスの崩壊が深刻な電力不足を招き、緊急制限による停電が頻発して、治安上にも問題を生じていた。軍需上の廃止に伴い電力行政は、商工省に移管されたが、経済政策全般は、 経済安定本部によって司さどられた。1947年、経済安定本部は、河川総合開発調査審議会を設置し、河川開発に関する調査を行ったがこの中で、商工省は、新規水力発電開発を行うため7河川に、故障を対象地域として、開発計画を検討した。これと同時に、日本発送電は、ただ川や日田川、河野川、 耳川などにおいて広域活大規模なダム式、発電所群の新規計画を立案し、電力不足の根本解決に乗り出そうとしており、タコソウ発電所やアサヒ発電所、長沢発電所、ウェイシーバ発電所の実施調査計画を進めていた。日本を占領していた連合国軍最高司令官総司令部は、日本の戦時体制を支えた戦争犯罪人の逮捕と、 戦争に協力した独占資本の解体を戦後処理の重要な課題としていたが、1946年4月にポツダム政令として持ち株会社整理委員会令を交付させた。同直令の成立によって実施機関として持ち株会社整理委員会が設置され、同年9月以降5度にわたり、83社が同委員会を通じて政府から財閥指定を受けた。 この中には4大財閥のほか、電力管理法の適用を逃れた王子政紙、そして日本発送電が含まれていた。先術の通り日本発送電は、その成立自体が国家総力戦の目的に沿って設立され、経営、人事のすべては政府の影響下にあった。そして政府の施策に連動した電力事業を行っていたことから、財閥解体の適用からは、 逃れられなかった。さらに1947年12月には、財閥指定を受けなかった独占、河川企業の整理を目的とする、過度経済力集中廃除法が制定され、日本発送電と旧廃電会社も、独占、河川企業と認定された。以後 GHQ の認可の下で、日本発送電の保有株式の整理や事業認可、建設命令、 経営陣の任免権は持ち株会社整理委員会と商工省が監督する形態となった。GHQ は日本発送電と旧配電会社に再編成計画を持ち株整理委員会に提出するよう命令した。これに対し両社は1948年4月に案を委員会に提出したが、この案は全く正反対の性格を持つ構想であった。すなわち、 日本発送電案は従来の体制である国家管理を維持し民間から選出された電気委員会が会社経営陣に諮問を行うとする案であり形式的に民主化するという形ではあったが会社自体は発電、送電、配電事業を一括して運営するとしておりいわば日本発送電を強化する内容であった一方の旧配電会社案は会社が発電、送電 配電事業を一括して運営するという点では、日本発送電案と一致するものの、その経営形態は完全の民有民営であるとしており、非発成立前のいわば先祖返りであった。両者は電気料金や需要の均衡という点で鋭く対立した。時の片山内閣は、水谷調査部郎商工大臣の諮問機関として、電気事業民主会委員会を設置して、 再編成案を検討し、足田内閣の時に両案を設置する妥協案を提示した。しかし GHQ は、こうした政府の対応に不満であり、早急な再編成を求めた。そして1949年5月に開かれた集中排除審査委員会で決定した全国7地域への分割、民営化案を GHQ 案とし、9月にはこの案を基礎にして、 さらに、商工省電力局から電力会社への管理権能を剥奪し、経営には関与しない、調整機関の設置を行うという二つの項目を政府に対し強行に求めた。この時 GHQ は政府の鈍重な動きに対して、電力再編成を占領軍命令で強行する準備もしていた。これに対し第二次、吉田内閣は GHQ の介入を阻止すべく十一月、 大谷心造商工大臣の諮問機関として、電気事業再編成審議会を設置。委員長を含む5人の審議委員を任命した。審議委員には復興金融金庫理事長、工藤昌史郎、慶應義塾大学教授、小池隆一、日本製鉄社長、三木隆国策パルプ副社長、水野茂雄の4名が選ばれた。この4名の人選は知らず。 次郎の官僚への働きかけによる。そして審議委員長には、電力王、電力の鬼と称され、戦前日本発送電の設立に猛反対し、賛成する官僚を人間のクズ呼ばわりした、旧統法電力社長、松永安左衛門が任命され、2ヶ月の審議を経て2つの案が政府に答申された。一つは、三木隆史が提案した融通会社案で、 電気事業は旧地域に分割、民営化するものの日本発送電施設は六十パーセントを移管させ、残りの四十パーセントは国営の融通会社が管理して、各会社間の電力融通を調整するというもので、日本発送電案や民主会員会案に近い。一方松永が提案した旧ブロック案は、全国旧地域に一切の発電、送電、配電を分割するというもので、 旧配電会社案とほぼ同様であった。この2案に対し、松永以外の世に委員は、2期の融通会社案を押し、松永の案は不改憲として、両論兵器という形で提出された。官僚嫌いでもある松永は、戦前から一貫して、電力事業に国家が必要以上の介入をすることに反対しており、委員会では孤立しながらも、持論を押し通したのである。なお、 松永は宿願であった日本発送電の解体後も財団法人電力中央研究所を設立するなど電力事業の発展に注力したが業界の発展を展望して電気料金値上げなどを強力に推し進めたこともあって電力の鬼とあだなされたこの二つの投申案に対し GHQ は未期案には強行に反対し松永案については 不十分であるとしながらも指示した。政府は GHQ の意向を受けて不快検であった松永のキューブロック案を政府案として採用し、同年の第7回通常国会に電気事業再編成法案、公益事業法案として提出した。だが政府や与党である民主自由党でも反対意見があり、野党からも反発があって国会審議は紛糾。 審議未了となった。このため政府は一旦両法案を再検討するため、次の第8回臨時国会では法案の提出を見送ったのである。だがこの政府の方針に GHQ は強く異議を唱え、早急な法案成立を督促した。さらに GHQ は再編成が成立しない限り、日本発送電や旧配電会社が申請する新規電力開発、 設備補修、拡大、増設、及び、車載の発行や、増資の一切を許可しないと強硬な姿勢をとった。これは、電力不足を解消するための、新規電力開発のみならず、これと連携して実施する河川総合開発事業の進捗にも影響を及ぼし、当時建設省が進めていた利根川や淀川など6。 水系における河川海底改修計画などの治水事業にまで影響を及ぼす懸念があった。追い詰められた政府は第9回臨時国会での両方案の強行採決も検討したが成功する可能性は極めて低かった。これを見た GHQ は関係する各方面に占領軍命令に準じた形での電気事業再編成要請を行い、 国会開会直後の1950年11月24日にポツダム政令を発して電力事業再編のための二法令、すなわち電気事業再編政令と公益事業令を交付した。ここにおいて周配法指定から3年にわたって紛糾した日本発送電と旧配電会社の分割民営化問題は決着を見たのである。公益事業令に基づいて設置された。 公益事業委員会は、両者に再度の再編成計画書提出を求め、これを日本発送電株式会社総裁と旧配電会社の社長によって組織する電気事業再編成中央委員会が検討することになった。長沢発電所と長沢ダム、日本発送電が最後に完成させた発電事業となった。電気事業再編成中央委員会では、 日本初送電所有の施設の分与及び水力発電における発電用水利権の帰属が重要な議題となった。基本的には属地主義として各地域に存在するすべての施設は新たに設立される旧電力会社に関すると定められた。北海道、中国、四国、九州各地方の水力発電所と水利券、並びに全国の火力発電所や変電、 配電施設については、ほぼ順当に各地域に割り当てられたが、最大の問題になったのは、東北、関東、中部、北陸、関西各地方における河川の発電用水利権の貴族であった。特に、中部、北陸地方は、日本アルプスがあること、豪雪地帯が多いことから、多くの河川は、急流で、水量が豊富であった。このため、大正時代には、 各電力会社が特に力を入れて水力発電の開発を行った。そしてこれらの水力発電所と水利権は最初に開発した電力会社が保有するという一河川一社主義が厳然として存在し他の電力会社がそれらの河川に新規参入することは事実上不可能であった。だが9ブロックに地域を分割した場合、この地域については 複数の電力会社が様々な協定に基づいたり、あるいは合併による貴族変更などで、推理権の所在が複雑に入り組んでおり、難しい対応を迫られた。同じ時期、政府は国土総合開発法制定に伴う22地域の特定地域総合開発計画を策定。戦前に練られた大規模かつ広域の水力発電計画が治水。 灌漑事業と組み合わせた河川総合開発事業となるに至った。こうしたことは、配電地域への電力供給をより確保にさせることができるだけでなく、当該地域における経営基盤の強化にもつながるため、各電力会社は宝の山である未開発河川の発電用水利権を簡単に他社へ渡すことに対し強烈に抵抗したのである。特に問題になったのは、 ただ見川で建設中の本名、上田発電所の推理権貴族をめぐって、東北電力と東京電力が争い、都合2年に及ぶ法廷闘争に持ち込まれた他国会でも問題となり、東北地方対関東地方、新潟県の対立にまで発展した。最終的に属地主義の例外として、中部、北陸の河川における、 発電用水利権は一河川一社主義を適用するという中央委員会の最低という形式で各電力会社は妥協したその結果が下表の帰属状況であるが同一水系であっても本流と支流で水利権の帰属が異なる水系同一河川であっても上流と下流で水利権の所在が異なる河川廃電地域以外の電力会社が水利権をすべて 所有する河川など複雑な水利圏帰属体系となった。品濃川水系では本流と支流流域によって水利圏を所有する電力会社が異なるという状態も発生した。こうした水利圏の帰属は多少の変更こそあったものの基本的には現在も変わっていない。こうした状況を例えると中部地方を流れる木曽川本流の水は 水力発電に限って言えば、流域である名古屋市を中心とする中京圏ではなく、流域外の大阪市など関西圏に電力を供給するために利用されているという状況が続いている。日本発送電が全国の発送電業務を一手に引き受けていたことは、全国の電気産業労働者の労働条件を統一化しやすい条件となっており、総評を牽引する。 日本電気産業労働組合の結束力を生み出していたのである。日本初送電を分割された結果、旧電力会社間に労働条件の格差が生まれて、企業別の新たな組合の結成を流し、電産の闘争力が弱くなることになった。そして会社こそ分割されたが、旧電力会社間の刑罰は解体されなかった。中部、北陸における、 発電用水理権の貴族これら様々な問題を経て日本発送電は旧配電会社と共に1951年5月1日をもって全国旧地域の電力会社に分割され12年の短い活動を終えた。なお、分割された旧電力会社は発足した後しばらくは資金的に脆弱な状態が続いたため満足な新規電力開発ができなかった。 これを保管し電力開発を促進することを目的に、翌1952年に電源開発促進法を交付。政府が66.69%残りを旧電力会社が出資して新会社を設立した。これが電源開発株式会社である。日本発送電と同様に半官半民の特殊会社として設立され、後には 日本初送電最後の総裁であった小坂純造が総裁に就任しているが、日本初送電のように政府に隷属的な組織とはならなかった。ありがとうございます。